トゥーン行く列車なんですけど、これいわゆるインターシティですね。落書きがすごい。これドイツの DB なんで、ドイツ版なんですけど、落書きが2号車、2号車落書きがすごいなこれ。ちなみにこれ電光掲示板行き先書いてないんでちょっと分かんないんですけど、まあトゥーン行くらしいんで、あここ入れるけどどうしよう。個室行く？個室行ってみる？これトゥーンね。じゃあ行きましょう。特にあれないな、ないな。オッケー。トゥーン行くんやな、ほんまにこれ。心配になってきた。まあ大丈夫やろ。こういう部屋がね、なんとまあ予約たまに付けられてる時もあるんですけど、やっぱドイツの車両なんでね。まあベルセデスベンツもドイツですけど。落書きここにも見えるな。すごいなこれ。はいはい、ちょっとお客さんいないんで。わかってわかってる。こんな感じですね。ほら今日全然人おらんな。9時半です。じゃあこれでトゥーンまで行きます。この IC ね、ほんとめっちゃいい車両なんですよね。このほらここにちゃんとゴミ箱もついてるし、閉めやすいし、そうそう。でなんかこの謎のこの UR コードも QR コードか、これね、なんやろこれ、あるし、なんかこれは折りたたみでけんのぐちゃぐちゃな、そうそう、ぐちゃぐちゃな絵が描いてある。で結構ね、上の棚も大きいんで、今ちょっと僕はリュックサックを置きました。まあ別に置かんでもいいんですけど、もしかしてね、お客さん入ってきたのために置きました。でここの扉も閉まるんですよ、ちゃんと。ほら、あ、でしかもなんか結構硬い。それでこれがね、すごいのよ。これ2号車というか2等車なんですよ。これ 1等車じゃなくて、それはちょっとびっくりですね。でなんかよく見るとね、棚の上にまたさらに棚があって、でここに鏡もあるというね。で飛行機みたいに各座席に照明もありますし、で座席はねちゃんとこうヘッドレストがあって、で肘掛けもこうやってほらこう、あ、ね、持ち上がって、あ、ここにはなんとドリンクホルダーみたいなのもありますね。これ結構至れり尽くせりで、あ、でしかもすごいよこれ。ほらちょっと今発見したけど、ちょっとこれほら、あ、チケット落ちてもまた取ってくれへん。電源、まさに飛行機やんこれ。すごいな。他にあるなんかすごいの。あ、空調のエアコンもあるし、これつけんのかな、これ。なんか今なんか変わ、あ、なるほど、これ押したら、そう、電気、今ね電気ついてるでしょ。これを押すと、ちょっといきますよ、押しますよ。ほら電気消えて、でつけると、さあ寝るときとかな。うわすげえ、 IC インターシティエクスプレス、まさに飛行機やんこれ、絶対。そうで、何かあったときはこれでガラスのこの赤いとこを叩けっていうね、なんかそういう、まあ、インターシティエクスプレスですね。これ IC という、まあ、ドイツの、まさにドイツっていう感じの車両ですね。でいつ出発するんだろうな。今時刻何時かな。あ、ハロー、検察の人来ました。え、いやなんかそこ開けとけってことやろな、多分検察するから。何やそれ、それ持ってきて。何やそれ、何やこれ。さっきの車掌さんが、あ、なんかよくわかんないですね。時刻9時50分です。以前電車出発しません。インタラケンオストなんですけど、どうもね、先ほど車掌さんが置いてくれたフライヤーによると、これね、10時インタラケンオスト発車みたいですね。ということは、この駅に30分ぐらいずっと止まってるっていうことなんですかね。まあ、こういう、IC、まあ、ただね、こういう特別なフライヤーが出るぐらいなんで、まあ、やっぱり特別列車っていう扱いなのかな。 IC の278という電車ですね。インタラケンオスト10時発で、ウエスト10時3分着で、10時5分に出発で、でシュピーツ10時21分着、10時22分発車、そして我々の目指すトゥーン10時32分着ということで、オストからトゥーンまで32分で行けるって、半時間で着きますね。この車両すごいですね。インターラーケンからベルリンまで行くんですね。ドイツ版。Next up, Interlaken West。すごい癖のある英語でしたね。まあ、何言ってるか分かりましたけど。
ちなみにこの電車はベルンまで行くんですけど、まあ、10時にもうちょっとであと2分ぐらいで出発ですけど、10時に押すと出発して19時39分やから9時間39分かけてベルリンまで行くみたいですね。一回これでベルリンまで行ってみたいけどね。10時ですね。お、今ね多分扉が閉まって、今隣すごいですよ、なんかめっちゃ人あの通路に歩いてます。まだ動いた。あ、そっち方面行くんや、そっち方面行くんやっていうね。これほら、これこの車両がね、これルッツェル行くやつかな。ねえ、やっと動いた。長かったな、30分くらい待っとったな。これビストロカーがある。ちなみに僕ら乗ってるこの隣ビストロカーなんで、まあお金さえあったらご飯食べれますね。基本的にあのビストロカー挟んで1号車と2号車が分かれますね、ドイツ、スイスの列車は。あ、これがルッツェルン行きかな、これがね、これがね、はい、インタラキオスと出発です。30分ぐらいのインターシティのエクスプレスの旅楽しみます。この辺り結構小高い山が多いんで、ああいうパラセーリングの人が、あの人らはヘリコプターから降りてるのかな。去年ね、この駅近くのおもちゃ屋さんでキボロっていう、あの将棋の藤井さんがね、幼少の頃されてたっていうおもちゃを買いましたけど、めちゃめちゃ値段高かったです。の割にはあんまり面白くなかったですね。あ、これも駅ちょっと工事してるのかな。やっぱベルリンって書いてますね。 iTune 到着です。あ、トイレあったんやな、こっちにね。結構人いっぱいいますね。10時33分ですね。はい、行くよ。ほい、うわ、すごいすごいすごい、これカートレーン、カートレーン、おーおー、やったー。さあ、というわけで10時33分トゥーン駅到着いたしました。もうね、目指す携帯電話屋さんすぐそこなんで歩いていきます。え、抱っこ。僕らが乗ってきたインターシティが出発します。ベルリン向けて出発します。この落書きがね、ほんとすごいよね、これ。ゆいたち乗ってたの、あそこだね。パパ乗ってたの向こうやな、向こうのあたりやけど、これほんますごいな、この落書き。どうやってしたんやろな、これお前どうやって書いたんか気になるな。結構ね、結構うまいんよね、これ。しかもね、結構上手に書くのが、まあ書かれたね、DB 的にはそうやん。なんか目見てただけで目回るか、気付けや、目回るか。これがもう、そう、新幹線っていうのはこっちがね、スイスの車両で、あっちが DB ドイツの車両なんか全然ちゃうでしょ。はい、月曜日でございます。トゥーン駅、今から、電車に乗ってまたミューレンの方に向かいたいと思います。いや、なんか水ないか、水汲むところ、ここら辺水汲むとこないかな。水汲みない？ちょっと向こう行っていい？リベラ 1.6 フラン買いました。日本でいうとこのオルナミン C 的なやつですね。リベラ、ゆいはこのリベラのオリジナルが一番好きです。じゃあもう早々に、帰ります。今から、ミューレンですね。ベンゲンのラウターブリネの谷の向こうのミューレンに行きます。ピアノの演奏が聞けました。インタラキオスと行き、あと2分ぐらいで行きます。これすごいでしょ、このね、ホームがこうあれでしょ、これトゥーン駅なんですけど、トゥーン駅のこのバーってこう電車があるね、電車がある中のここに、ほら、ここにピアノありますからね、ここにピアノ。いや、もう来るわ電車。いや、スイスおもろいわ。さらばトゥーンです。ファミリーカーね、ファミリーカー来れました。いやいや、走った。
誰もいない。誰もいない。